1960年フランスグランプリは1960年 F1 世界選手権の第6戦として1960年7月3日にランスグユで開催された。ランスグユで行われたフランスグランプリではリアエンジン車とフロントエンジン車の両方が走行した。フロントエンジン車のフェラーリ D の246回1は依然として競争力を保持しており、 長いストレートでは、優れた、トップスピードを発揮した。フェラーリは、前線ベルギーからフィルヒル、ボルフガング・フォントリックス、ウィリー・メレスのラインナップでエントリーしたが、次戦のイギリスと続くポルトガルでは、メレスが、欠場、二大体制となり、第九戦のイタリアで、メレスト・リッチー・ギンサーが復帰して四大体制となった。ロータスは、前線で、自己死したアラン・ステージーに変えて、 ロン・フロックハートを起用、イネス・アイルランド、ジム・クラークとの三大体制で参戦した。フロックハートはシーズン初かつロータスでの唯一のレースであった。ロータスは次戦イギリスでは再びジョン・サーティースを起用している。バンボールは F1 世界選手権での最後のレースとなった。チームは1958年に初のコンストラクターズタイトルを獲得したが、 今シーズンは新車のバンウォール VW11 を投入した本 GP のみの参戦であった。フロントエンジンの VW11 には競争力がなく、これはチームがレース後に選手権から撤退し、1年後に解散した理由となった。ドライバーはトニー・ブルックスが起用されたが、バンウォール撤退後は再びヨーマンクレジットレーシングチームでクーパーをドライブしている。また、 スカラブは勝利の可能性がなかったことから、本 GP 以降の参戦を取りやめた。チームオーナーのランス・リベント・ローは、本 GP には参加せず、リッチー・ギンサーにシートを与えたが、ギンサーがスカラブをドライブしたのは、この一戦のみで、後に、フェラーリに復帰している。ギンサーのチームメイトは、チャック・デイであった。スカラブが二大体制で参加した最後の GP で、この後は、 アメリカグランプリ日大体制で参加しただけであった。多くのドライバーとチームがプライベーターとして参加した。スクーデリアセントのスットは、モーリス・トランティニアン、マステン、グレゴリー、イアン・バージェスの3人に、クーパー T51 を用意した。また、ヨーマンクレジットレーシングチームのオリベ・ジャンドビアン、ヘンリー・テイラー、ブルース・ハルフォードもクーパーをドライブした。ハルフォードは、 本 GP が最後のレースとなった。フェラーリから購入したクーパーをドライブしたのは、スクーデリア・エウジェニオ・カステロッティの G のムナローンであった。ルシアン・ビアンキもクーパーで、フレット・タックカーズから参戦した。また、デビット・パイパーは、ロータス16で、今シーズン初のレースに参戦した。ランスグルでのフランス GP ではフェラーリが4度、優勝しており、参加ドライバーではブルックスのみが、 本サーキットでの優勝経験者であった。本 GP までのドライバーアーツランキングは、クーパーのブルース・マクラーレンが、チームメイトのジャック・ブラバムを抑えて、トップに立っていた。3位のスターリング・モスは負傷のため本 GP には、参加していない。すべてのドライバーに、理論的には、チャンピオンの可能性があった。コンストラクターズランキングではクーパーが、ロータス。 フェラーリに対して大きなリードを保っていた。コンストラクターでもこの段階ではすべてのチームがタイトルの可能性を持っていた。前線同様にブラバムが予選を支配し2番手に大きな差をつけた。ブラバムは2戦連続のポールポジションを獲得した。クーパーにとっては今シーズン3度目のポールポジションであった。2番手はフェラーリのフィルヒル、その後に BRM のグラハムヒル。 ロータスのイネス・アイルランドが続き、異なるコンストラクターの4台が上位4グリッドを占めた。フェラーリは前線同様本 GP でも競争力を保っていた。チームメイトのメレスト、ントリップスも5番手、6番手グリッドにつけていた。グラハム・ヒルのチームメイト、ダンガーニーとヨー・ボニーは7番手と10番手につけた。ドライバーズランキングをリードするマクラーレンは9番手となった。 プライベーターの最高位はジャンドビアンの11位であった。バンウォールの新車をドライブしたブルックスは14位であった。スカラブの2台はエンジンにトラブルが生じ、レースに参加することはできなかった。パイパーのロータスも予選でのエンジントラブルで決勝には参加できなかった。決勝は2つの事故で始まった。技術的トラブルでグラハムヒルが立ち止まったところにトランキニアンが追突した。 ヒルの BRM は大きく損傷し、レースを終えることとなった。トランティニアンは数メートル進んだが、こちらもリタイアとなった。ブルックスとビアンキも衝突したが、両名ともレースを継続した。ブラバムはレースをリードし、序盤3周でトップを走行した。フィルヒルがブラバムにアタックし、4周目でトップに立つ。今シーズンフェラーリが、 トップに立ったのは、これが初めてであった。また、フロントエンジン車が、サーキットの特性のため勝利争いに絡んだ最後から2番目の、レースであった。ブラバムとフィルヒルは激しくトップを争った。二人は18周目までに、合計11回順位を入れ替えた。4周目から9周目まで二人は交互に、トップに立ち、ブラバムはトップを2周維持した後、フィルヒルも2周トップに立った。 その後15周目まで交互にトップに立った。二人はストレートではサイドバイサイドで争い、幾度となくホイールが接触するほどの接戦を繰り広げた。15周目にフィルヒルがトップとなり、その座を3周維持したが、トランスミッションのトラブルでパワーが低下した。彼はまたコースバリアに接触したことでフロントアクスルにもダメージを負っていた。ブルックスは7周目に、 バイブレーションのためにリタイアした。メレス、ビアンキ、ムナロンはトランスミッションのトラブルでリタイアした。BRMP48 は再び信頼性の欠乏を示し、ガーニーとボニエはエンジントラブルでリタイア、BRM は再び完走を果たせなかった。フィルヒルが順位を下げた後、フォントリップスがブラバムに挑んだが、チームメイトのフィルヒル同様数週後に交代した。 フェラーリは両名とも途中でトラブルに見舞われたが規定の走行距離を走行していたとして乾燥扱いになった。フェラーリとの争いがなくなるとクーパーがレースを支配した。ジャンドビアンとマクラーレンが2位争いをしている間にトップのブラバムはその差を広げていった。いくつかの場面で両名は他のドライバーを追い抜いたが当時はオーバーテイクを希望するドライバーを追い抜かせることに 関するルールはなかったため、マクラーレンは追い越しに手こずり多くの時間を費やし、結局、ジャンドビアンが2位となった。これは、ジャンドビアンにとって2回目かつ、最後の表彰台となった。ブラバムは3連勝での3勝目を挙げ、クーパーにとっても3連勝、シーズン4勝目となった。ファステストラップもブラバムが3連続で記録した。ドライバーズランキングは、 ブラバムとマクラーレンが24ポイントと同点になり、勝利数でブラバムがトップとなった。ジャンドビアンはモスに次ぐ4位に浮上した。依然としてすべてのドライバーがチャンピオンになる可能性があった。コンストラクターズランキングではクーパーがロータスに対してポイント差を19に広げ、タイトルが目前に迫っていた。クーパーは次戦で勝利するとタイトルを獲得する。加えて、 ロータスとフェラーリにはタイトルの可能性が残されたが、BRM はタイトルの可能性がなくなった。テイラーは4位に入り、その経歴で唯一のポイントを獲得した。クラークは前線に続いて5位に入賞した。フロックハートも6位に入り、ポイントを獲得した。彼にとっては1956年イタリアグランプリ以来のポイントであったが、経歴上最後のポイントとなった。 アイルランドが7位に入り、ハルフォード、グレゴリー、バージェスと続いた。トリップスが11位、フィルヒルが12位に入り、以上が完走者であった。ありがとうございます。